はい、こんにちは。今日はですね、フルウィッグのご紹介です。はい、こういう長いウィッグを用意しました。私はですね、今ボブで、短いスタイルなんですけど、フルウィッグはですね、例えばまあこういうボブからこういうロングスタイルにガラッとチェンジしたいっていう方だったりとか、治療中で、お薬の影響で髪の毛が抜けてしまって必要な方だったりとか、そういう方におすすめのウィッグですね。で、部分ウィッグの時には必要はないんですけど、髪の毛がある状態でフルウィッグをかぶる時は、この髪の毛が邪魔になるからですね、こういうネットとかで髪の毛をまとめます。こういう網状になってますね。これをカポッと首まで入れて、カチューシャみたいにですね、ここをこうします。この髪の毛が出ないようにですね。で、後ろの毛はこのネットの中にですね入れ込んで、髪の毛が出ないようにしますね。こんな風に。で、ここにあんまり溜まっちゃうと、ウィッグがこうきつくてずりずりって上がってきちゃうので、あんまり溜めないように、こう中でですね、なるべく平らにしてあげると、ウィッグのかぶった時に違和感が少ないです。難しい方は痛くなければピンとかでここを止めてもらっても大丈夫かなと思います。はい、で中に入れますと、つむじがですねここにあるんですけど、とっても自然で皆さんに喜ばれてますね。はい、頭皮の感じと違和感なくつけれるので、で、あと前髪のあたりですね。あと髪質が綺麗なのもやっぱり喜ばれますね。はい、で中はこういう風にネットになってて、ここにアジャスターがついてるので、例えば治療で髪の毛抜けちゃってサイズが変わっちゃったとか、またはね、髪の毛再生されてきて中のサイズが大きくなってきちゃったという時は、ここで調整もできます。はい、じゃあかぶりますね。もう帽子みたいにスポッてかぶります。ちょっとね、最初は前の方にして、で前を押さえてですね、ちょっとゴムみたいになってるからですね、こうぐーっと引っ張って、この後ろの入り輪まで持ってきます。この後ろに持ってきます。で、横にですね、ここのもみあげのところ、ここを持って肉のね、持って自分のもみあげのところにこうやって合わせるっていうのと、ちょっとこう内側にグッてグッてやってあげると沿いやすいです。はい、で位置を合わせて、で整えていきます。この生え際の位置ですねが、前すぎても後ろすぎても違和感があるので、ちょうどいいところが見つけれるようになると思うんですね。ちょっとドライヤーで、顔周りの雰囲気変えたいなって思われたら、ここで使ってもらっても、ドライヤー使ってもらっても大丈夫です。形状記憶になっていて、人工毛と人毛のミックスなので、この辺の立ち上がりとかですね、前髪のこの感じとか、この辺とかの感じとかもですね、再現しやすいのもウィッグのいいところかなと思いますね。で、さっきのボブスタイルだったんですけど、もう一気に私は久しぶりのロングスタイルに変わりました。どうですか？全然違和感なく、あっという間にスタイルチェンジできました。今もちろんね、前髪切って雰囲気変えたりとか、巻き方を変えて雰囲気変えたりとかもできますので、
竹串で、ね、元にこう戻るからとっても楽です。なかなか地毛だとねそうはいかないっていうことがあっても、ウィッグだからこそできる、なんだろう、スタイルキープが簡単っていうのもウィッグの強みの一つですね。